くなる。シュレージンガーの猫第2弾。うちの動画ね、アップしてるけど、大量にアップしてるでしょ。時々、抜け落ちてんの。あ、ここ見たらあかんねん。で、結局忘れるんでしょ。うちが何をアップしようとしてたんか、動画が、やたら細切れでたくさんあるから。向こうも、だから、こっちが、ね、動画をアップしようとしたら向こうがブロックになる、待てきませんでしたっていう場合は、YouTube が出てくるけど、Instagram も何がアップできてないかわからない時がある。その時もほったらかしにしてんの。まあ素直に、あ、そうですか、ね、今ね、特に。ここ1年ぐらいそうしてるかな。ね、でもね、またどうしても言わなあかんこと言わなあかんし、また言っちゃうの。その時ね、いっぺん素直に、あ、なんだ、アップできなかったんだ、みたいな。やっといたら、次の機会の時に、同じような内容に、別の動画やからね。だから、簡単にサクッとアップできることが多いし、また言わなあかんことはそうしてあるし、言わなあかんことは何回も言うタイミングがあるし、で、そのね、何回目のタイミングで本当に言わなあかんこと言えるか。サッカーのシュートとゴールの関係見てるけどね。別の動画やったら、向こうはその同じな、単純処理しやらへんかし、また何言うとんかなと、いちいち見なあかんわけね。でしょ？それはだから悪い作戦じゃないよ。だって一回目、あっそういっても、何すか？こじれずに、どういうの？ね。もう引き下がってんのかね。何回もほら、動画アップできんかったら何回も引き下がるわけで。それでも、別の動画にしといて。よし、また言わなあかんから、また言い直してんの。また別の言いな。その後の日に言い直してるから。それがやっぱり現れてくるわけか。ね。そんなこんなしてるうちに、もう完全無傷に、その動画はアップされてない。になるわけね。そうやってうちの動画って結構、攻め返しながらアップしてるの。だから、皆さんにとって、あ、これは、初お耳の内容やなとかね、このテーマ初めてなと思っても、水面下では結構そういう風に何回もアップしようとしてるわけね。その都度またそのこう改めてってやつやな、言ってんの、言わなあかんことな、また言ってまうからなんか、あれまだ言ってなかったかなとか思って、あれこれ言ってたらこんなことにならんはずやけどね、おかしいね、いやこれ言わなあかんちゃうんだね、言ってるからね。だって皆さんも確実に時間をかけてゆっくりと届けばいいなと思っています。